お花紙で作った立体的な椿と折り紙の扇を組み合わせた壁飾りの作り方です。赤2枚とクリーム1枚を重ねて半分に切ります。六山タイプの蛇腹折り型紙を用意し、半分から下のところにお花紙をセットします。型紙で挟んで蛇腹に折ったら型紙から引き抜きます。それを真ん中で切り半分に折ります。めくった時に赤が見える方が右上に来るように置き、鉛筆で花びら半分の形を描きます。矢印の部分は切り落としません。線に沿って切り取ったら開いて真ん中をホッチキスで留めます。蛇腹を開いて折り山を潰していきます。平べったくなったらクリーム色のお花紙だけを根元まで引っ張り出していきます。あまり強く引っ張ると破れてしまうので力加減に気をつけてください。クリーム色のお花紙をひとまとめにして、先から1センチくらいのところで切り落とします。先の部分にたっぷりと液体のりをつけて、発泡スチロールビーズをくっつけます。のりが完全に乾くまで置いておきます。葉っぱは緑色の画用紙で作ります。型紙の2倍の大きさの画用紙を半分に折り、型紙と合わせてさらに半分に折ります。空いているところをホッチキスで留めて、線に沿って切り取ると葉っぱが2枚できます。これを裏側から丸い鉛筆に巻きつけます。開いて元の折り目のところで折ると丸みのある椿の葉っぱができます。葉の根元に糊をつけ、少し斜めになるように貼り付けます。葉が重なっているところにたっぷりと液体のりをつけておきます。花は花びらをすぼめて根元のところをぎゅっとつまみます。先ほどつけておいたのりの上に花の根元をぎゅっと押し付けるようにして貼ります。これで乾かしておきましょう。扇には15センチ角の折り紙を使います。内側が表になるよう半分に折ったら、真ん中に合わせて両側から折ります。次は真ん中から外に向かって半分折り返します。裏返して真ん中に合わせるように折ると蛇腹折りができます。これを半分に折って、先から1センチぐらいのところに目打ちで穴を開けます。下に段ボールなどを敷き、折り紙の方を回すと穴が開けやすいです。目打ちが向こう側まで通ったら持ち上げて、さらに穴を大きくします。長さ45センチの水引きを半分に折り、折ったところを持って穴に通します。
一番端を裏側からセロテープで留め、扇を広げていきます。反対側も同じようにテープで留めたら、真ん中を合わせてぴったりとテープで留めると、扇の出来上がりです。椿の花が葉っぱにしっかりくっついたら、花びらの先を少しずつ開いていきます。開き加減はお好みで調節してください。パーツを組み合わせていきましょう。ストラップ用の金具を扇の真ん中の水引きに引っ掛けます。ストラップ金具がないときは紐を結んでもいいです。スポンジのついた強力タイプの両面テープを1センチほど切り取り、椿の裏に貼ります。これを扇の要に近い位置に貼り付けます。木工用ボンドやグルーガンを使って貼り付けても構いません。折り紙の色や模様、椿の開き具合を変えてお好みの飾りを作ってお楽しみください。